こんにちは、プラレッジエース3年キャプテンの根岸啓太です。医療従事者の皆様、最前線で僕たちを守ってくださる勇気に感謝の気持ちでいっぱいです。未知の病気に向き合わなければいけない中、命を懸けて治療してくださりありがとうございます。皆さんの負担が少しでも減るように、僕たちも感染拡大防止のためさらに努力していきたいと思います。皆様もお体に気をつけて頑張ってください。医療従事者の皆様、こんにちは。浦和レッズジュニアエースキャプテンの青柳剛です。今回コロナウイルスの影響で本当に大変な状況ではあると思いますが、僕たちの健康のため、また少しでも多くの患者さんを救うために常に最前線で戦っていただき、本当に感謝しています。ありがとうございます。僕たち自身も今できることにはしっかりと向き合って、感染予防を徹底していきたいと思います。浦和レッズジュニアキャプテンをしている U12 山崎春人です。医療の最前線で厳しい状況に立ち向かってくださっている皆さん、たくさんの人たちの命を守ってくれて感謝しています。本当にありがとうございます。コロナウイルスという怖い敵と戦っている皆さんは本当に勇気があると思います。一日でも早くコロナウイルスが収束するために、今できること、感染しない行動をとります。そして医療従事者の皆さんとご家族が笑顔で過ごせる日常が早く戻ることを願っています。本当にありがとうございます。